げえ、足が上がってきた。どこ操作してるんですか。あ、ここ結構いいな、これは。サビ、なんで厚着してこんかった。一蘭食べたらとりあえず体が温まりそう。いや、まあ、社長をどっかで降ろすためのルールとかも。いや、もうめちゃくちゃ嫌われとるよ。全然映ってないですか。映ってるっしょ、なんとかなるっしょ。一回止めてみる。いやどうすか。何がすか。ウェイカウントどうっていうの。なんかどうします、この先どう掘っていきます。全然いいと思います、今のままで。いいっすか。全然いいっす。なんかな、形が変わっていってるわけです。ワイヤーエンカウントの、まあそうですね。レブルのイメージが、そう、まあ、レブルと YZF-R3、はい、に乗ってる人、はい、っていうのが、まあ、変わっていくわけじゃないですか。そうですね、それがまあね、寂しいなっていう風に思いがあって。はい。もう僕変わってますけどね、それで言ったらもう。いや、もうね、僕も近々、あれですけど、変わりますけど。はい。なんか、寂しいなって。その後の話を待ってるんですけどね。なんかあるんかなと思って、そうですよねっていう。いや、すみません、本当に何の考えもなく喋り出してるんで僕。いや、いつもそれでも何かしら繋がるじゃないですか。なんかまあその、なんていうんですか、もう一覧しかないですか、頭の中一覧しかないですか。いや、昨日本当にラーメンを食べる動画を YouTube で見て。いや、あれ良くないですよね、本当に。本当にね、あれ良くないですよ。飯テロが。いや、もう本当良くないですよね。話変わるんですけど、はいはい、まあ僕たちワイヤーエンカウント、2年やってきたじゃないですか。はい。で、まあ実際ここまで成り上がったわけじゃないですか。まあ、こういう高級車に乗ってね。いや、これが、今、送迎付きの、今ね、あれで帰ると、家に。下ろされますよ。やっぱりなんかそう、なんていうんですかね、どうですか、やっぱりこっから見える景色ってやっぱどんな感じですか。まあ、なんか僕はまあなんかその僕的に、はい、なんですかね、まあこれからかなみたいなこと思ってるわけですよ。はい、まあまだちょっと見える景色が低いなと思ってるわけですよね。なるほどね。はい、まあ世間のみんな言いますよ、頑張ったなと、よくここまで来たなと、はい、ワイヤーエンカウントすごいなと、はい、やっぱ言いますよみんなね。いや僕はね、まあ、まだこっから見える景色があるんじゃないかなと思うわけですよね、うん、まだまだかなと、うん、1800っていう頂きには立ちました。そう、まあ、立ちましたね。とりあえず、直近の動画40ぐらいの再生はね、獲得したと。はい、そうですね、40人は見てくれたと。まあ、そうですけどね、はい、40回再生でこのアルファードは無理です。いや、うちはなんかあれですよ、YouTube の規約上、はい、広告単価っていうのはやっぱちょっと言えない、ごめんなさい、決まりになってるんですけど、はい、そう、言えないんですよ。ごめんなさい、その僕が今単価いくらかっていうのは言えないんですけど、僕は人生1回理論信者なんですよ。はい、まあ、その何が正解か一回抜きにして、はい、人生一回だとするならば、はい、まあ、後悔ができないわけじゃないですか。一回しかないん で、うん、でそうするとやっぱりその濃いことをしたいな、うん、濃い人生を送りたいなと思うわけですよ、僕なんかはね。まあ、ステイムさんなんかはさっきもちらっと言ってましたけども、なんていうんですかね、何もしたいことがないと。うん、でもやっぱせっかく人生一回しかないですから、うん、やっぱり濃い人生を送ってほしいわけですよ、ステイムさんにもね。うん、はい、ラーメンを食べてもね、うん、
なんかパスタを食べてるんじゃないかぐらいの顔でね、ラーメン食べてるわけじゃないですか。めっちゃ感性豊かじゃないですか。すごい。すげえやつですよ、ほんとに。ラーメン味わおうよ。日本食からイタリアを感じるって相当な感性です。だって今日ね、言ってました、今日一緒に昼ラーメン食べたんですけど、はい、パパーってラーメン食べて、はい、あっってなんかもう食べ終わりぐらいの時に、はい、あっこのラーメン屋来たことありますって。もう本当食べ終わりですよ。いや、もう本当食べ終わりです、マジで。そんな普通食べ始めぐらいじゃないですか、そういうのって。そんなひらめいたみたいな言い方して、なんかもうあってだから多分その瞬間まではパスタ食べてたんですよ。すげえねじ曲げられてるわ、こんな人は。もう話が通じるわ。なんか急にもしかしてこれラーメンですかみたいなテンションでめちゃくちゃやな。いや、専務さんは買わないでしょうね。専務さんをどうやって落とし入れるかっていうのを僕日々考えてるんですけど。落とし入れるって言葉がすごい。その、なんていうんですかね。まあ、ドキかけるからね。なかなかね、本当に大変なんですよ、マジで。まあ、今回はね、バイク的中させましたからね。そうなんですよね。だってあれですよ、まあ、これがちょっとごめんなさい、いつ配信されるかわかんないですけど、価格まで当てられましたからね、僕今日の撮影で。まあ、それはまあたまたまですけどね。はいはい、追った人ぐらいのテンションで、契約の時に。うちのだって専務さんはだって家がだって岡山市の。住所言うの。あぶね、酔った。平気でカットし忘れそうです。そう。なんなら僕すみません、P 出る技術ないんで僕に。女性持ち上げの。カットするのを信じて言いますけど。はい。わかんないですよ、それが。わかる？とりあえずだから青江の交差点を戻ればいいんでしょ。青江。